ミラノ・カドルナ駅はイタリア共和国ミラノにある鉄道駅。ルイージ・カドルナ大広場に位置し、スフォルセスコ城やミラノ・トリエンナールに隣接する。ミラノ・サロ州内鉄道路線の始発駅で FNM グループの主要な駅である。2005年の旅客数は4015万1216人であった駅舎は1879年に当時の市長。 ジュリオ・ベッリンザーギにより建てられた。当初は木造で3層の外観であったが、1895年に取り壊されて3階建てに建て替えられた。1920年に駅は拡張されたが、1943年に第二次世界大戦の空襲により破壊された。戦後すぐに現在の建物が再建された。駅と周辺の広場は二千年の建築家。 ガエアウレンティ主導の回収作業が行われ今は、賛否両論のある彫刻画レス、オルデンバーグの現代彫刻作品、針と糸も置かれている。リーノードリーネ・ミラノ、コモリーノードリーネ・ミラノ、ラバノリーノードリーネ・ミラノ、ノバーラリーノードリーネ・ミラノアッソイカの、角路線の南端の始発駅になっている、イカの、角路線の南端の始発駅になっている、ミラノ地下鉄の赤線、 緑線のカドルナ駅との乗り換え駅となっている。ビロンチョソスヤアル2004から2005。ありがとうございます。